豚のような鼻にする道具あるいはその行為。本来行為そのものはビセメと言い,い、行為として伸びフックはビセメの一種。他人を豚のような鼻にするという行為は、幼少時に行われるにらめっこのように滑稽な顔を、面白がる性質のものというのが一般的な理解である。しかし、異性の変形した顔に性的興奮を感じる者も,もいるほか、SM プレイにおいて相手を 豚と揶揄したり、豚のような鼻にして相手を貶める行為が行われるなど性的な意味も持っている。1980年代以降の SMKAV において多く見られるようになったが、1990年代からは逆に AV から触発され、テレビのバラエティ番組において性的な意味を持たずに肉体的な鼻の苦痛や滑稽な顔を楽しむ。 罰ゲームとしても行われるようになった。道具としてはカーテンフックや針金で自作したものが用いられたこともあったが、現在はアダルトショップなどでも販売されている専用のものが使われることが多い。性的な意味を持つ場合も持たない場合も、肉体的な痛さとともに豚のように醜くなった顔と元の顔とのギャップを楽しんだり、醜い顔にされることにより感じる。 羞恥心を刺激することを目的とすることが多い。自分の顔にプライドを持つ人にとっては裸を見られるよりも恥ずかしいという意見もあるが、顔に羞恥心を感じない人にとってはあまり意味のない行為である。近年、変顔が流行していることもあり、SM プレイとしてよりもお笑い芸や罰ゲームの一種として捉えられることも多いが、現在も SM ものを はじめ数多くの AV 作品などで取り上げられている。芸能人では松本人志、大月健治などが SM プレイとしての美服を好むことを公言している。ありがとうございます。